今日のエンタメニュース一覧はこちら。どれも見逃せない最新情報、どこよりも早く映像でお届け。タレントのローラさんが15日ローラスイーツファクトリープレミアムの記者発表会に出席。クリスマス、バレンタインに向けてローラさん自身がプロデュースに携わったこのスイーツ、50回ぐらい試作とかを繰り返してやっと見つけた味なの。お料理ブックも出したローラさん、やはりスイーツの味にもこだわりがあったんですね。女優の綾瀬はるかさんが13日江崎グリコお疲れ様ですジャイアントコーン贈賞式に出席。イベントでは来年の抱負の書き初めが行われ、はい、ちょっとここおかしいですねいろんな人にたくさん笑顔になってほしいっていうことと、自分自身もたくさん笑って、笑う角には福来たるということで、来年もお笑いの年にしたいです。それでいい抱負ですね。アイドルグループ AKB48 の渡辺真由さんが15日第57回輝く日本レコード大賞記者会見に出席。渡辺さんは年内でグループの本格的な活動を終了し、来年の春に卒業する高橋みなみさんについて、結成当初から10年間メンバーのことを一番に考えて活動してくださった本当に尊敬する偉大な先輩と尊敬を込め、高みなさんにとって最後のレコード大賞、今までメンバーのために尽くしてくれた高みなさんのために大賞をあげたいという思いがメンバーにはあると意欲を見せました。放送は30日、結果はいかに。お笑いトリオダチョウ倶楽部の3人が15日、サンリオキャラリーマン総選挙投票ありがとうイベントに出席。最近キス芸で再ブレイク中の上島竜兵さん、そうここにも1人、いや1キャラ、その洗礼を受ける者が。おい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 、キリミちゃん、何言ってんだよお前。ゆうちゃん、キリミか何か知らねえけどよ、やめてけ、キャラクター、キャラクター、お前ふざけんなよお前、俺何年やってると思ってんだ。仲直り、はい、仲直り。どんどん相手が増えていくキス芸、来年は近藤真彦さんを狙うそうです。その年の世相を漢字一文字で表す師走恒例の今年の漢字が15日発表され、安らぐという字に決まりました。はがきやウェブサイトを通じた公募で決まる今年の漢字。今年は安保関連法案が審議され、採決に国民の関心が高まったことや人々を不安にさせたニュースの多かった年、またピン芸人とにかく明るい安村さんの安心してください履いてますよのフレーズが流行するなどが理由に上がり決定。発表後にはとにかく明るい安村さんもツイッターで喜びを爆発させました。でも私は安村さんの来年を勝手に不安に思っています。以上、今日の芸能ニュースでした。また明日。